デリー・スルターン朝、デリー・スルターン朝、デリー・スルターン朝、デリー・サルタネイトは、13世紀初頭から16世紀初め、1206年から1526年までの約320年間デリーを中心に主として北、インドを支配した5つのスラーム王朝の総称。名称に関しては、デリー・スルターン朝、デリー・ショー朝、デリー・サルタナットなど様々ある。 具体的には、次の五王朝を指す。このうち、ローディアサノミ、アフガン系で、その他は、トルコ系の王朝である。13世紀から100年にわたって、モンゴルのインド侵攻、1221年から1320年にさらされた。なお、ムガル帝国の不満運を破り、北インド一帯を1540年の1555年に、 かけて支配したシェールシャーのスール長をデリー・スルターン・アサとして数える場合がある。1206年、ムハンマド・ゴーリーの死後、その軍人奴隷たるクツブ・ティーム・アイバクは、ゴール・アサの北、インド領を支配する政権としてデリー・スルターン・アサが打ち立てた。アイバクが打ち立てた、この王朝は王朝の創始者をはじめとする三人が軍人奴隷であったことから、奴隷王朝と呼ばれている。 1210年、アイバクが死亡すると、翌年に、シャムスティーン・イルトゥ・トゥミシュが、君主となった。彼は、ベンガル、シンド、ムルターン、ラホールなど、北インド一帯を征服した。だが、その死後に、貴族らが政権を握ると、息子や娘による、短期間の統治が続き、最終的に、ギアースティーン・バルバンが政権を握った。 1266年にイルトゥトゥミッシュの息子が没すると、自身が王位を継いだ。バルバンは貴族を抑え、王権を強化した。1286年、バルバンが死ぬと孫のムイズッティーン・カイクバードが継いだが、貴族が再び浸透し、カイクバードは苦靴となった。奴隷王朝の混乱に乗じ、辺境では、ハルジー族が勢力を拡大した。1290年に、 奴隷王朝の武将でありハルジー族の族長、ジャラール・ティーン・ハルジーが、奴隷王朝を滅ぼし、デリーするターン朝の2番目の王朝であるハルジー朝を、創始した。だが、1296年にジャラール・ティーンは、老いのアラー・ウティーン・ハルジーに暗殺された。アラー・ウティーンは軍を整え、デカン地方、南インドに遠征軍を送り、ヤダバーサ、カーカティー・アサ、 ホイサラ朝を侵入させた。アラーウッティーンの知性晩年、その有能な武将であり家臣マリック・カーフールの戦王が目立つようになった。その死後、マリック・カーフールが実権を握ったがすぐに暗殺され、混乱が続いた。1320年、ハルジー城の武将ギアス・スティーン・トゥグルクがデリーを制圧、デリーするターン朝の三番目の王朝であるトゥグルク朝を開いた。 彼自身は、ベンガル地方に遠征し、息子にはデカン、南インドを任せて、カーカティーヤーサとバーンディーアーサを滅ぼし、広大な半島を獲得した。次のムハンマド・ビンクグルクの知性、王子時代に獲得したデカン、南インドの広大な領土を統治をするために、デリーからダウラターバードへと戦とした。だが、この戦とは、結果的に失敗し、 ベリーへと再戦と後、各地で反乱が相次いだ。この過程で、マドライ・スルターン・アサ、ビジャイア・ナガル王国、バフマニー・アサ、ベンガル・スルターン・アサが誕生した。1351年、いとこのフィールーズ、シャートグルクが多いを継承すると、先代から続く混乱は収まり、内政面では大きな功績を挙げた。だが、ベンガル地方への遠征は失敗するなど、 喪失した領土は奪還できなかった。1389年、フィールーズ・シャーが死亡すると、一族の間で王位をめぐる争いが発生し、1398年には、ティムールの侵攻があって、デリーが略奪、破壊された。また、その前後に、ジャウンプル・スルターン・アサ、マールワー・スルターン・アサ、グジャラート・スルターン・アサが成立した。1414 14年、 ティムールの大官でもあったヒズルハーンは、デリーを制圧し、デリーするターンアサの四番目の王朝である、サイード朝を開いた。だが、サイード朝は、トゥグルク朝の領土をそのまま継承しただけなので、首都デリーとその周辺しか支配していなかった。加えて、ジャウンプルスルターン朝やマールワースルターンアサ、メーワール王国に囲まれて、王権は、不安定だった。ムハンマドシャーの知性。 数人の貴族らが政権を握り、マールワーにデリーを制圧するように要請することもあった。また、パンジャーブ一帯に力を持ったアフガン系ローディ族が台頭した。こうした中、1451年にローディ族の族長バフルールローディがデリーを制圧し、デリーするターン朝の五番目の王朝であるローディ朝を開いた。その知性、 ジャウンプル・スルターン・アサと長い戦いがあり、1479年に、その首都ジャウンプルを征服した。次のシカンダル・ローディは名君であり、ジャウンプルを完全に支配下に置き、ビハールも併合し、デリーの南に存在したラージプートのクワーリアル王国に征服しようとした。また、デリーからアーグラへと戦闘し、内政面でも成功を収め、その領土には平和が保たれた。 だが、イブラーヒームローディの時代、父の代からの貴族勢力と衝突し、またメイワール王国にも敗北し、バーブルがパンジャーブに侵攻するなど、王朝は混乱が続いた。そして、1526年にイブラーヒームはバーブルに、パーニーパットの戦いで敗北して戦死、ここに、デリーするターンアサは滅亡した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。